ありがとうございました。ありがとうございました。あと旅立つまで1ヶ月とちょっと。案内してもらっていいですか？ああ、そうね。エイジ君の思い出の場所を。帰ってくるんちゃう？帽子取られた。何年前にこっちに来たんですか？ここは、まあ、浦安だね。1年か、11年過ごした。その時、来た時の気持ちって今でも覚えてる？ね、不安っていうよりも、なんだろう、自分のことを知らない、誰も自分の存在に対して気にも留めないというか、それをここって自分のことを知ってくれる人ができてくるのかなっていうのは、まあ楽しみでもあり不安でもあり、自由でもあり不自由でもあるっていうのをなんかこう感じてたような。ここでみんな集まってそこでまあボール蹴ってましたわ。それがでも一番思い出かな、大学の。こういう場所ができたっていうのが、なんつうのかな、やっぱ、いやまさかこういう今の感情にさ、こういう気持ちにここに来た時ってまあなるわけないと思ってたから。やり残してることって他になんかある？土瀬さんね、まあ、こっちに来たばっかりで、まあ自分ずっとその時はサッカーばっかやってきたから、なんかこうボールに触れてたかくなったんだろうね。で自分の住んでる引っ越してきたアパートの近くのなんか基地みたいな公園のところで、まあ、そんないろんな不安を抱えながらボールを蹴ってたら、そこの公園のあのなんだろうね、花壇をね世話してる、まあ、おばあちゃんが「あら見ない子だね、どこの子なの？」みたいな声かけてくれて。なんで声かけようと思ったんですか、そういう風に。この人、うん、公園でサッカーボール蹴ってたんでしょ。
サッカーボール。私が公園をしょっちゅう行って、自分の公園みたいなもんだったの、私が。うんうん、それでね。お庭みたいなの。そう、それでこの人がね、サッカーやってたの。はいはい。こんなイケメンがこんなとこに、おかしいなと思って、どこの、うんうん、ああ、見ない頃でしたからね。そう、どこから来たのかなって私は思ったの、この人を見た途端に。はい。あれ、こんなイケメンがどこから来たの、この辺に住んでいたのかなと思って、私がどこから来たんですかって話しかけたの。そこがご縁でね。それが出会いで。のでちょこちょここのうち行ったりね。ご飯ちょっと多めに作っちゃったんだけど、ビーフシチュー食べれるなんて言って電話してくれたりとか、玄関先持ってきてくれたりとかして、うん、まあ多く作っちゃったからなんて言ったけど、絶対あ自分の分を考えて作ってきてくれたんだろうなっていう、うん、嬉しかったよね。なんかね、ご飯ごちそうになったりとか。いや、そんなことないけどね。いやいや、本当に、いや、浦安になんか家族ができたような僕は感じしましたけどね。うん、でもよかったよね。ああ、英二君ってどんな人でした、昔から。昔から、ね、もう今もうそうですけど、初めに来た時。はい、田舎の子だけど、ほんと洗練されててね。うん、あの、変わらん。へえ。私がね、あの、あっちが惚れ込んだ、だからこの人ね。うん、変わらんねって言われるのが嬉しいね。あの、何も変わんないって言われる、それは嬉しいね。自分棚にあげてって思ってはいるんだけど、まあ、さっき会いに行って、まあ、どうしても、まあ、言えなかったというか、多分自分の中では言いたかったんだけど、言いたくなかったっていう言葉が一個あって、うん、今までありがとうございましたっていう言葉かな。出会えて本当に今幸せですっていうのは今自分の中で言いたいんだろうけど、それなんか言っちゃうとね、なんか、うん、いろいろ意味を持っちゃうかなと思ってやめといたんだけど、そっか、なんか最後に言うことないの？言うこと？言うことだってもう結構言ったと思うんだけどな。あなたにとって英二君ってどんな人ですか？英二君、英ちゃん、本当になんかちょっと包んでくれるというか、なんか話してて安心するというか、面倒見のいいお兄さん、まっすぐなと、まっすぐ、本当にまっすぐ。
エイジ君、公演楽しかったね。多分エイジ君が求めるものをみんなできたんじゃないかなと思います。まあ、これから海外に行きますけど、僕もすぐ行くので、またあっちで会えたらいいなと思ってます。絶対元気で帰ってきてください。いい土産話待ってますんで、帰ってこい、一緒にやりましょう。またえちゃん、ここ数年の中でやっぱ一番えちゃんと時間長く過ごして、とりあえずもう行ってこい。もう日本に帰ってこんでええわ。もう帰ってくんだ。とりあえず自分がやりたいように自由に、自分が信じたようにもう行ってこい。それが一番ええで。自由に。